ティーガー2重戦車大隊は、第二次世界大戦中のドイツ国防軍で編成された重戦車による戦車大隊。陸軍、または軍団直轄の独立部隊として編成され、ティーガー I、ティーガー2重戦車の大部分はこれらの独立重戦車大隊で集中運用された。初期には随伴の重戦車を含む編成であったが、後に重戦車のみの編成に改められた。 平価記号初期の戦力定数指標、KSTN 千百七十六 d において、中隊の定数は、T ガー、ER、i 十戦車9両及び3号戦車10両と定められ、第五百一第五百五の各重戦車大隊は、T ガー二十両と3号戦車二十五両で編成された。随伴する3号戦車の役割は、T ガー、ER、には、不向きな偵察、石膏、 伝令などの任務を補うことだった。1942年8月29日に第5百2抽戦車大隊の T ガーイが初めて戦闘に投入されたが、9月22日に6両が撃破されたとの戦闘報告がなされたことで評価は一変し、後に部隊編成も見直されることになる。百四十三年三月三日付の KSTN 百七十六 e において、 中隊の定数はティーガー14両に改められ、各大隊には3個中隊に、本部中隊3両を加えた計45両のティーガーが配備された。この増強は、第504大隊、第2中隊を除いて6月末までに完了した。1944年6月以降、重戦車大隊の装備車両は順次ティーガー2に置き換えられていった。大隊の定数は、 t は i と同じく45両であったが、対戦末期の1945年には定数を充足しないまま前線へ送り出された。原則として陸軍直轄の独立部隊として編成された。グロースドイッチュラント師団は例外的に固有の重戦車大隊を持っていたが、後に軍団直轄部隊として転出している。また、チャンネル諸島には、 第213重戦車大隊が駐屯していたが、装備していたのは、ルノー B1 重戦車である。武装親衛隊では、SS 装甲軍団の直轄部隊として編成、または再編されている。ありがとうございます。